伊藤義介は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、日向国の戦国大名。日向伊藤氏十一代当主。伊藤助光、祐吉は、同母兄弟。天文2年、日向伊藤氏九代当主で、兄、助光が若字にすると、叔父、伊藤博夢が反乱を起こし、助光や助世の外祖父で家中を牛耳っていた、福永雄日の絵を自害に追い込み、 殿ノコウを占拠してしまう。残された、助ケよ、ヨ、結吉兄弟は後ろ盾を失い、日向を退去し上落しようとしたが、ヒロを支持しない者たちの制止を受けて思いとどまり、宝部に引き返してヒロ方と対峙した。こうして、家中を二つに分けたお家騒動となったが、荒竹三世の活躍によりヒロムは違いし、助ケよ、ヨ、結吉方は、殿ノコウを奪回した。 乱の収束後、伊藤氏の家督は、長倉優勝の公園で、弟の勇吉が継ぎ、佐清は、出家を余儀なくされる。ところが3年で、勇吉が病死したため、天文5年7月10日に現属し佐渡原城へ、入ると11代を相続した。翌天文6年、14下に除せられ将軍、足利義春の返旗を受け、以後、義助と名乗る。天文10年に、 大前大部の関東を排除するとともに、a 六四年には、十三味に除せられ、以後、三位入道を称した。とされている。また、a 六七年には、室町幕府昇番衆に任じられている。吉助は、帯を漁する、島津豊中華と、日向南部の権益をめぐって争い、長い一進一退の攻防を繰り返した。a 六三年、豊中華は、 島津総家を介して幕府に、帯役の朝廷を、依頼6月に、足利義輝より和睦命令が出されるが、吉助はこれに従わなかった。そのため、9月4日に、幕府満所執事である伊勢貞高が、日向国へ下校した。その際、吉助は貞高へ、帯信仰の正当性を示すべく、6代当主、伊藤友行が足利義政より賜ったという、 日殺ぐ三参加国の役らは、伊藤の家人たるべし、ただし島津、渋谷はこれを除くという内容のご教書を提示する。これを見た定高は、当時の幕府が用いない言葉遣いが参見され、議書の疑いが強いと断じたものの、確証までは得られなかったために、やむを得ず帯を幕府直轄領と定めて、不可侵の領地とした。しかし、吉助はこれをおしがにもかけず、 翌 A64 年4月には7度目の帯進行を開始した。同年12月、豊か集家を圧迫し、交渉により帯の一部を割上させると、A65 年5月には完全なる領有に成功する。しかし、同年9月に豊か集家に攻められると、ほんの4ヶ月で撤退することとなった。そして、A61 年1月9日、 義助自ら総勢2万と合する大軍を率いて、尾ビジを攻撃。島津忠隆が守る尾ビジを約5ヶ月間にわたり包囲し、また援軍として出陣した北郷時久の軍を、小越の戦いにおいて撃破。この大敗を受けて、同年5月、島津忠久は、義助との和睦を決定した。その結果、大隅国の肝付騎士と、豊か家の領土を分け合う形で、 A612 年に帯を治業。こうして、島津市を政治的に圧倒し、日向国内に48の市場を構えた吉シは、伊東市の最盛期を築き上げたのである。勢い盛んな吉シは、次第に社主と、強風文化に溺れるようになり、本拠である佐渡原は、九州の小京都とまで呼ばれるほど発展していくが、吉シの武将としての覇気は失われていった。A6 元年。 長きにわたり隕石関係を続けていた北原氏の家督継承問題に介入、北原金森に突入未亡人となった娘の麻生を北原所流の漫画大門佐に目合わせるとして、事実上の乗っ取りを格策した。翌永禄2年3月17日、吉助はその反対派を殿の氷城へ呼び寄せて質問し、その帰り道である六の原で取り囲んで粛清すると、 エモンサとアソの婚姻を観光して、北原氏の領地のすべてを奪い取った。しかし、永六五年、島津高久と、相良義洋、北郷時久が、北原氏の給料回復に協力したため、奪い返される。これに吉助は、密かに、相良氏と同盟、永六六年に共に大名尋常を攻め落とし、永六七年には、北原氏に従属する隊が、兵士の今木を攻め取った。 その後、北原氏は離反者が相次いだために、正木院の飯野地区以外は再び伊藤氏の領地となる。正木院が肥沃な国葬地帯であること、また日向の完全なる支配には、どうあっても飯野地区攻略が不可欠であったため、A69 年に飯野地区攻略の前線基地として、小林村に三津山次郎を築城させる。だが、 これを知った、島津義久らが城の完成する前に攻撃を仕掛けて、くる。月城からの援軍もあり、城主の米吉江方は、苦戦しながらもこれを撃退する。A61 年、飯野地区への攻略に乗り出し、菱狩攻略中で、留守の島津義博の飯野城を、伊藤祐康に攻めさせたが、義弘がこれに気づいたため、睨み合いとなり、飯野、田原陣に、 桶ケヒ郎を築城し、佐渡原唐刀海守を入れ駐屯させる。しかし、唐屋義方らの釣り破伏せにかかるなど成果は上がらず、また家督を譲っていた、次男、義役の休止もあり、やむなく桶ケヒ郎に火を放ち軍勢を撤退させる。そして、元気3年5月、島津高久の死去と肝付氏の進行により、動揺している島津氏の格闘状を、 相良義王と連携して攻めた際に、伊藤側は3000の軍勢がありながら、島津義弘率いる300の軍勢に敗れる。伊藤祐康、伊藤月信ら5人の大将をはじめ、落合県を受け、米吉江方など、伊藤家の名だたる武将が打ち死にしてしまった。これ以降、正木陰攻略の戦いは頓挫することとなる。木崎丸での大敗を契機として、吉助の勢力は、 次第に衰退してゆく。まず、木崎丸の戦いから4年後の天正を4年には、伊藤48条の一つである、長倉助政が治める、高原城が、島津義久の3万の兵に攻められる。義助は援軍を出すも、圧倒的な兵数差のため一戦も交えず、高原城は水の手を立た,たれやむなく降伏する。その翌日には、小林城とス城を治めるメラノリが義の、 以降から島津に寝返り、港南を恐れた近隣の三津山城、野首城、さらに三津山と野尻の境にあるいは、群れ城までも島津に帰する。これによって、島津資料との境界線である野尻と、青井学が逼迫の事態に陥った。野尻城主、福永助友は何度も義助に、事態打開を訴え出たものの、直参加心によって、訴えは握りつぶされてしまった。 義シの家臣団は、教会の実情を知っていながらも、義シの映画教ンの日々を監視することができなかった。これは義シが還元をする家臣を遠ざけ、自分に都合のいい家臣だけを側近にしていたためであったと、される。翌天正五年に、入り情勢はますます悪化する。六月には、南の守りの要である串勘城が、島津忠長によって攻め落とされた。 義シは、帯城主である三男、助武に駆使への出兵を命じたものの、逆に忠長に反撃され、帯本城に敗走。敵に帯城を包囲されてしまった。また同じ頃、日向北部の国人、土持氏が突如門川領への攻撃を開始したため、伊藤家は、北は土持、南と北西からは、島津市の侵攻を受けることになったのである。 吉助は旧する事態に人心一心を図ったものか、次男、義役の着男で着村の吉方に家督を譲る。同年12月、野尻上主、福永助友が島津方である高原上主、上原直金の説得を受け入れ、島津方に寝返ってしまった。福永氏は伊藤氏とは隕石関係にあったため、 この謀反は義シはもちろん、他氏族への大きな衝撃になった。これを知った、内山城主の野村行部小遊分図が、神谷城主、メラチカラスケも島津方に寝返ったため、佐渡原の西の守りは、完全に、島津市の手中に収められてしまったのである。さすがの義シも、事態の深刻さを受け止め、12月8日、領内諸将を動員してまず、神谷城奪会の兵を出した。 ところが、途中で背後から、伊藤家不大臣の無本の動きを察知、即座に反転して、佐渡原に起動した。翌12月9日、佐渡原城で、事態打開の表情が開かれた。南の島津方は、帯を越え、佐渡原へ攻め寄せるのは必死な状況で、牢城して、島津軍を迎撃する声はなかった。同日、城を包囲されて逃亡してきた。 助武も佐渡原城に帰着。もはや義助には残された、選択肢はなかった。同日正午過ぎ、義助は日向を捨て、次男、義益性質の秋田の王子、文豪国の大友総林を頼る決断を下したので、あった。本拠である佐渡原を捨て、文豪を目指す義助一行の進路上に、ニ色ロイン宝部城主、落合県庁も、島津市に敬語をして挙兵した知らせが入った。 落合氏は、伊藤氏が日向に下校する以前からの重心で不大の筆頭角であったが、吉助の長身、伊藤樹雲斎の先王が元で子息の落合丹後神を殺されており、それを深く恨んでいた。落合県庁の裏切りにより、吉助は、己の今までの愚行に気づき切腹しようとするが、家臣らに止められる。一行は、宝部に入るのを諦め、西に迂回し、 メラ山中を経て、高地方を通って、文語に抜けるルートを通ることにした。女子供を連れての頭皮業は、かなり辛く苦しく、また謙遜な山を、猛吹雪の中進まねばならず、当初120から150名程度だった一行は、途中崖から落ちた者や、足が動かなくなって自決した者などが後を絶たず、また島津からの追撃や山賊にも悩まされ、 文語国に着いた時はわずか80名足らずになっていたという。その中には後に、天正剣王少年施設の一人となる伊藤万所の幼い姿もあった。文語に到着した義介は、大友総林と会見し、日向攻めの助力を交うた。総林はその願いを受け、また自身も日向を、キリスト教国にする野望を抱き、天正6年に、角川の土持氏を攻め滅ぼし、 耳かわいなんで、島津氏と激突。しかし、大友氏は、島津氏に大敗を喫してしまう。大友氏の大敗は、偽装労働前の吉助一行への風当たりにつながり、また、総侶の息子、吉宗が、助武夫人、後らの方を奪おうとしているとの噂があったため、吉助は、この助武ら24人を連れ居予告に渡って、河野氏を頼り、河野通直の一族、 大内英雲の治行地にかくまわれた。その後、天正十年に、吉助らは、伊予から、針間国に渡る。ここで助武は、織田信長の家臣、橋場秀吉に仕えていた同族の伊藤長実の縁を得て、その圧戦で秀吉の淵を受けるようになった。助武の士官を見届けた吉助はしばらく針間に、泊まっていたが、天正十二年、 助武のつけた友の黒木宗衛門城と共に中国地方を気ままに流浪し、やがて巣王国山口に至って旧神宅に滞在した。その後は黒木を巻いて一人で旅をしていたが、病に侵され、助武の屋敷のある境へ向かった。しかし、便箋の中で病衰し、面倒を嫌った船頭に砂浜に捨て置かれた。偶然にもそれを知った助ケの従者に発見され、 堺の屋敷で7日あまり看病を受けたものの、かえなく死去した。去年73。AB 宮寺照一、中世日向、伊藤氏関係文書の基礎的研究、九州史学164号、2012年。ありがとうございます。